ショックお疲れ様です。お疲れ様です、うん、いや梅雨ですよ。そうですね、ジメジメしてます。めちゃくちゃね。ショック君東京来て何年目ですか？え5年目5年目あれ仙台に梅雨あるの？いやありますよ。あ、あるの？あります、あります。どこからないんだろうね。ないってあるんですか？ あれ札幌あるんですか？札幌あんまりないですよ。なんか札幌って過ごしやすいって言いますよね。どこからね、青森とかからないのかな。仙台は多分仙台ギリある。大分ってどんな印象ですか？大分トリニータ。トリニータの印象ですか、うん、あ、ひどいなでもなんかベガンタJ2 いる時とかに、うんうん、もうトリニータも J2 いて、あ、なんかこう昇格争いを一緒にしてたようなイメージがあるかもしれないです。はあはあはあ、多分あれですね、できた年がちょっと似てるからっていうところがあるのかな。ちなみに大分何年に設立出た参入したか分かりますか？でも新しいって今言ったし、ベガルタと同じぐらいで言ったの。あれ翔くんのそのサッカーゲームにトリニータ入ってたあ、出たあ、でもね、あ、いるわ。お、まさか。お、2000年か。お、正解は99年。あそうそうそう、その頃なんですよ。すごいね、調べてたらね、なんかトリニータの語源、トリニータってなんじゃみたいな感じなんですよ。はいはい、確かに。そしたらね、造語なんだって。トリニティと大分。トリ、大分、あ、なるほど。そう。トリニティ。トリニティ。で、この3位一体の3位。おうおう、企業と行政と、はいはい、もう一個何か。企業と行政、うわ、いい質問だ、これは。でも1のチームってなんかそのあれですよね、その3つ揃ってこそのチームみたいな。じゃあ行政も企業もチームだよってことですね。そうです。だからかっけえな。そうね、決まってそうだからチームがちょっと違うかもしれない。ほうほうほう。資源か、県民ってね、結構いるよ。でもな、やっぱクラブってなんか地元サポーターありきみたいなのがありますもんね、やっぱね。ああ、確かに大事にしてそうしてですよね。うん、2のやっぱサポーターファースト、県民ファーストであってほしい、うん、そういうチームであってほしい、チームであってほしいということで、ね、2の県民でいきましょう。はい、正解。よし2番の県民であってほしいよね。よかった。そうだ、地域のプライドっていうのをちょっと感じましたね。ああ、地域、その中大分の象徴にしたいなみたいなのが、うん、多分温泉とかそれ、あれ別府？あ、そうだっけ。そう、それに次ぐ象徴みたいな感じに作りたいんじゃないかなと思って、もしくはそのそれを超えるね。なるほど。そう、それでまあ地元の企業、まあスポンサーとお金払わないにしても、そのなんていうの、団結して、はいはい、そうそうそう、なるほど、行きたいんだなっていうのを感じて、なんかちょっとね、応援したくなりました。確かに。いいっすね。ね、そう、その大分トリニータね、他のチームにない経験をちょっとしてることがあって、はあ、なんかピンときます。でも J2 行って J1 行って行ったり来たりなんて、どこのチームもありますもんね。これね、でもね、近いんですよ。お、え、近い。 J1、J2、J3 全部経験してるんですよ。 J3? そう。J3 ってできたのってもう最近ですよね。その最近で、いつなんだろうっていう、いう問題。あ、でもね、これ俺もしかしたらあれかも、結構わかるかもしれない。いや、なんか、はいはい、そういう 理由はですね、あ、はい、僕大学の時に、うん、その社会人チームでサッカーしてて、あ、はいはい、そう、その社会人チームのやつなんかね、大会で、うん、東北大会で行ったんですよ、僕は。はいはいはい。その時に、うん、今 J3 にいるグルージャ盛岡と戦ったんですよ。おお。その頃
興奮興奮そう、その時に戦ったんですよ。ああそう、じゃあその時にはあったんだ。あったんですよ。あまだ JC じゃなくて、へえ。だからあれが大学3年ぐらいだったから、まあ、それ以降ってことそう、多分その翌年とかっていうのが。あ、へえ。でも待って、でもね、全部1年おきなんだよ2014、2015、2016で、4年生、3年生、2年生多分ね、一番の2014年は早いな、違うと思うんですよ。2番の2015年にしよう。惜しい。1番2014。嘘そう、2014年か。そう、フル J3 でね、この間女性の審判員がデビューしました。なんかなんてニュースやってましたよ、 LINE ニュースとかに。おお、どうした疲れがちなみに大分いつ J3 にいたか分かりますね。 J3 にいたんですね、大分って。そこ15年とか欲しい。そう、16年に1回そう下がったんです。そう、急遽大役を果たした監督が片野坂あ、そう、友博さん、今の監督ですね。激アツですが、ね、そうなんかそう、試合を抜かれないで、片野坂監督のリアクションがよく抜かれる。あ、うん、スポーツニュースでよく見ます、ね、あれじゃないですか、その日本のクロップ監督みたいな感じなんですね。あ、確かに現役の時って知ってます？なんとなく、てかそれこそもしかしたらその2000年の俺のゲームにいたかも。ああそう、その頃ね、そう、柏レイソルで確か左サイドバックでゴリゴリやってたイメージがあるんですよね。あ、なんかいたかもしれない、そのゲームに。だって片野坂って聞いたことありますか？選手の時代4チーム5チームぐらいいたのかな。でこの3つの中でプレーしたことないクラブっていうのを見つけ出してほしいなと思って。え、広島いた気がするなって思うんですよね。え、ベガルタいたっけ。いや、あえてあれか、いや、まだあれだ、不調のいなってパターンあるからな。ベガルタって変えなきゃこいつあ、すげえひねくれてんじゃん。裏を書いて、なんで俺がベガルタって書いてあるから、こいつベガルタ選ぶんじゃねえかって言ったら、選んでるから、つまりベガルタは本違うな、俺もそれベガルタって言ったら当たっちゃうから、いたんだ、ベガルタ、そしたら。で、なんかジェフ市原は、プレイしてそうで、実はしてない。しかもジェフ市原、かっこ現ジェフ千葉って書いてあったりが、ちょっとなんか当時いましたよ、感出してるな、なんか匂わせ。すげえひねくれ。だから、ベガルタがいたんだよ、プレイしてたんだ、多分。俺が知らないだけで、すげえ笑ってるけど、なんかカメラの向こうで、こいつちょっと黒いと思われてたから。楽しい。いや、でも俺さ、ベガルタいた記憶ないもんな。うん、ベガルタ27年見てきたけど、たぶん。だって27年はベガルタなくない？ないか。あできて何年だ？ J2 にいた頃から。そう、見てた頃の。3だな。ベガルタにはいない。したことない。はい、3。じゃあ正解は、1番全部いた。ハマってるじゃん、10中に私は。いやー、超危ねえ、ヒヤヒヤしたね。ベガルタいたんだ。そう、ベガルタいたんですよ。じゃあフルス対決的なとこあるわけですね。あーね、でそれで結構ね、大分いい選手いるんですよね。昔から。あの人いたのかな、うん、吉田貴之だっけ、フォワードの。あー、分かる。フィステルトで監督やってた。はいはいはい、結構背高くてイケメンな。あ、分かる。神戸とマリノスとっていうイメージがありますよ。多分いましたよね。いたいた。俺が J リーグカード持ってた気がする。あ、そうなんだ。はい。あとね、日本代表に入るか入んないかって言った高松選手って。うわ、懐かしい。
でも今活躍してる3人ピックアップしたんですけど、はい、この中で大分の選手ちょっと翔くん見極めてもらいたいな。大分っぽいなと言います。いないね。いない。え、誰だろう。古橋選手の名前分かんないんだよな最近。あ、すげえ、こんないいフォワードがいるんだっていうのを知って、うん、もう神戸のイメージしかない。清武選手と柿谷選手ってなんかセレスト、確かにザ・ミスター・セレストみたいなところがあります。だって2人ともだってミスター・セレストの8番背負ったじゃないですか。あ、うん、ちょっと推理できないな、うん、だから1の柿谷陽一郎選手にします。お、正解は2番の清武選手でした。大分のそのトリニータのユースから昇格してトップチームにプレー。で、2年ぐらいやってセレッソに来てくれっつって。そうなんです。ほんとゴリゴリの大分出身ですよ。そうなんですか。西川修作選手みたいな感じ。うーん、こんだけいるんですよ、見てください。トリニータで戦った選手。え、家永。そう、僕らの好きな家永選手もいたんだ。いたんです。最近だとオナイウ選手とか渡里選手とか田中達也選手、うん、いいの育ってはどっかに行ってみたいな。そうっすね。そう、結構繰り返して、これなんか戻ってくるとか残るとかしたら結構強いんですよ。そうなんだ。そんな中で今いる大分トリニータの選手、元仙台がいるじゃないですか。お、出た。長澤俊選手ですかね。はいはいはい。長身でセットプレーですかね、主に強いの。その長澤選手、長身ですけど何センチでしたっけって知らねえ。高校の先輩、結構180センチ台の人がいて、それですらでかいなと思って、それでも180前半ぐらいだったんですよ、それで。190ってやばいな。ピッチャーにかけよう。この中で一番大きい数字の195センチ。じゃあ正解は、一番192センチ。ちっちゃい方だった。でもそれでもでかいっすよ。でかいね、でか。でかい、いやだからね、この。そうくん前言ってたけど、そのレガルタセットプレーちょっと苦手、その防ぐの苦手なんですよって言ってたじゃないですか。はいはいはい。してこの間決めてたから、してフルスだしちょっと燃えてて、なんかちょっと気をつけた方がいいのかなと思いしで問題にしてみました。なるほど。でこの流れでそうくんの仙台とトリニータのスコア予想をお願いします。そのこの前の大分の試合を見たんですよね。はいはい、トス戦。そう、でもすごい相手陣地でボール回してるイメージはあったんですけど、攻め手に欠けてるんかなっていうのはあって、だからゼロでいけるというか言ってほしい。ホギーにハマってたっすよね、この前。そう、でもベガルタもこの前のアビスパ戦、ボール持てるけど、なかなかそこから取れないみたいな。マルちゃん出てきましたよ。マルちゃん出ましたね。マルちゃん結構強引に打ってますよね。乗りに乗ってますので今ね。ああ、川崎戦のゴールが。そうそうそう、やばかったの。でもマルちゃん、うん、先発で出るか分かんないですけど、多分出るんで、はい、うんうん、マルちゃんがやっぱ1点。やっぱそもそも関口選手とかに取ってほしいっすね。ああ、そうですね。おかえり活気が出そうだし。あ、確かに、ね、取ったら出る、絶対出る。出ますね。だから関口選手とマルキノス選手の得点で 2-0、はい、うん、2列目の活躍に期待ですね。ですね。じゃあ翔くん、他のカードで注目の選んでもらいたいんだけどさ、これさ、ちょっとさ、はい、あんまりどうなの、なんかその ね、こっちが企画立つというね、あれなんですけど、ちょっとなんかね、なくてもいいかな。まあ確かにこの当たってないし、数ある企画の中で一番薄いからね、多分内容的に当たんないし、あの難しいよ、だって難しい、確かに。そう、まあとりあえずちょっと今回最後にして、まあ最後だから当たったら2000ポイントにしよう。お、
4回目にして最後を迎えて、あ、そうそうそう、最終回を迎えました。じゃあラストにふさわしいカードを、ご紹介してください。サガン鳥栖対、はい、鹿島アントラス3-1鹿島ありますね。ね、あ、ありそうですね、ありそうですよねこれでいきましょう。3-1鹿島当たったら2000ポイント大きいな、それ、はい、ボーナス。最後に運試しのカードを引いてもらえますか。だって今回またちょっとテイストが違うっていうね、カードもね。そう、白、白になりました。これにしよう。ああ、おお、いいです、いいです。とりあえずこれで、はい、あ、C ですね、 C。 お、 C 施設の名古屋の、名古屋の企業の商品を見つけて手に取りたくなるように SNS に工夫して投稿しなさい。めちゃくちゃSNS なんですね、しかも。そう、なるほど、 SNS やってるんですね、僕ね。皆さん知ってるか、皆さん知ってますか。これから出るか、編集でここに。ああ、ね、出るか、出るかもしれない。あ、出るかね。なるほど、そう、まず探すところから。確かに車、車、車かってやばくないそれ知ってるようで知らない。意外とこれ名古屋なんだみたいなあるかもね。え、名古屋ですか、愛知でいいですか。はい、名古屋、愛知と、ど、うん、あの、あ、愛知でいいですね。愛知県、うん、例えばなんですけど、はい、なんか怪しい紙袋から、うん、お、何これ。見て、これ大人の大盛りカレー。大盛りカレーって、業務スーパーで、はい、あ、そう、結構人気のカレーなんですけど、初めて見た。業務スーパーって神戸の会社なんですよね。これはね、宮城なんです。宮城って言う、本当だ、宮城です、ね、宮城県角田市って書いてある。そう、そうなんだ。そう、だから こういう感じで手に取って愛知を探してください。ついでにそれも翔くんが美味しく食って、食レポなり感想なりちょい足しなりして欲を伝えてください。宮城、宮城こんなにすげえんだぞって。すげえやんこれなるほど、そう、わかりました。そんな形で宿題です。はい、わかりました。はい、バイバーイ。バイバーイ。